もの水野に塩大福食べに行ったよ。塩味のおかげで小豆の甘みが引き立って美味しかった。先代の1000円経験を生かして塩にこだわってるんだって。オンラインでも買えるみたいなんだけど、行ける人はぜひ出来たてを食べに行ってみて。待ってね。